図書館だよな。ああ、教令院の知恵の殿堂だ。テイワット最大の図書館と言えるだろう。ここって結構学生たちが通るんだよな。こんな堂々と入って本当に大丈夫なのか。もともと教令院の日常はペースが速い。さらに今日はジュニアナ・ガルバの日だ。全員自分の仕事に追われている。自然に振る舞えばいい。急ぐぞ。これは教令院内部のリフトだ。高層階に通じている。大賢者の執務室も上にあるんだよな。じゃあこれに乗っていくのか。いや、まだ大賢者と鉢合わせする可能性は排除できない。とりあえず近くで観察しよう。大賢者がこのドアから出てくるってことか。それでこっそり忍び込むんだな。なんだかスリルいっぱいだな。どうなるかは知らん。だがアザールが今どこにいるのか確認できれば、今後の行動は一気に安全になる。ではお前たちにヒントをやろう。私の居場所を知りたければ後ろを見てみるといい。こんなに長いこと姿を消していたのに、教令員がまだお前のことを完全に信頼しているとは思わなかっただろう、書記官。随分と前からお前の目撃情報が寄せられていた。だからこうして私自らお前をわざわざ迎えに来たんだ。まさか大賢者様がそんなにも俺に関心を持っていてくれるなんてな。身に余る光栄だ。ああ。だがお前よりもっと関心があるのはそちらのお二方、旅人とパイモン。そうだろう。お二人はスメールの賓客。オシムラクは今日になってようやく会う機会に恵まれたこと。おもてなしが不十分になってしまった。実にいい。回りくどいことをせずに直接交渉を持ちかけるか。現状をよく理解していて、無謀な抵抗をするつもりはないということだな。いいだろう。だがここは人がよく通る。話し合いには向いていない。私の執務室まで来てもらおうか。外も中も衛兵で囲まれてる。オイラたち本当に逃げられないみたいだ。では旅人、私と何を話したいのかね。今日はジュニアナガルバの日だ。私にはまだ処理すべき仕事がたくさんある。お前たちを取り押さえるまでそう世間話をしている時間はない。なるほど。こちらがしていることをだいぶ把握しているようだな。だというのに我々の偉業を賛美せず、そんなさまつな気がかりで私を揺さぶろうとするとは。さまつ？ではファデュイが私から何を得ようとしているのか言ってみたまえ。話にもならん。全く話にならんよ。利益、神の権利。お前はこんな卑俗な言葉で私たちの偉業を汚している。神を作る。
我々は人類の知恵をもってして神を作っているんだ。もし人類が全知全能に届かないのであれば、神を作ってそれを工事すればいい。これこそが人類が到達できる知恵の頂点。我々は神の導きを再びこの手にする。もう二度と意識と知恵の暗闇であてもなくさまよう必要がなくなる。たとえ世界中の危機であろうとも、最後にはあっさり解決できるだろう。これは学術都市の最終的な夢。そのためにはあらゆるものを代償にする価値がある。神が自分の手から誕生するその喜びをお前では永遠に味わえないだろう。お前の知恵ではこの感情を理解するには不十分だからな。一つだけ言うならば、神は人類よりもはるか高みにある存在でなくてはならない。クラクサなりデビー、彼女に何ができる？民をなだめる？砂人への対策？それとも荒唐無稽なおとぎ話でも作ることか？そんなの強霊院でも簡単にできる。ならば私たちも神なのか？我々はマハールッカ・デパータ様の恩恵を受けた民。このマナコで見たことがなくとも、我々の先祖たる学者たちは真の知恵を見た。だが今のクラクサ・ナリデビは神の座にいても学者たちに迷いをもたらす。あれが真の知恵なのか？ならば彼女にずっとスラサタンナ聖書にいてもらった方が学術環境もより安定する。そんなのへりくつだぞ。それじゃあとても賢いやつとかとても強いやつだけがいい神になるってことだろ？やはり大賢者様の判断と同じ。彼女らは確かに危険な存在。教令院に反発しようとしただけでなく、その思想も学者たちの考えを歪める。俺の任務は確かに価値があったようです。アルハイゼン？オイラたちのことを言ってるのか？とにかく命令通りにこいつらを教令院まで連れてきました。少しばかり手間取り、だいぶ時間がかかってしまいましたが。ああ、それからご要望の調査報告も旅人に関するあらゆる情報を詳細に記載しました。俺がこれまで彼女と一緒に過ごしてまとめてきたものです。どうぞお目通しを。アルハイゼン、お前やっぱり教令院側の人間だったんだな。オイラたちやっとお前のことを信頼したのに。よくやった。とても詳細にまとめられている。それに指摘するような箇所もない。さすがは書記官、実にレベルの高い報告だ。今日はちょうどジュニャーナガルバの日。その情報も一緒にアーカイシャへ入れよう。これが何を意味するか知っているだろう？セノみたいになるのか？アーカイシャの演算能力により、お前の行動は全て予測される。その正確さは少なくとも 98% 以上。しかも視覚情報からリアルタイムに修正される。つまりどこへ行こうとも形のない檻がお前を囲っているということ。これがスネールにおける信用に足らない人物に対する最高の待遇だ。権力を与えると同時に同じ程度の疑惑を持つ。こんなことも理解できないのか？とにかくお前はスメールの外から訪れた最大の変数。お前を縛ることでリスクが大幅に下がる。やり方が卑劣だぞ！卑劣？お前たちから見れば確かにそうかもしれないが、しかし、もう覚悟はできていたんだろう？ここで旅人を犠牲にするのが、
お前たちの計画じゃないのか？アザール様、言いたいことは分かりました。俺はずっとあなたの計画通りに動いてきたというのに、今になって俺を疑うというのですか？わざわざ私が計画を暴かなければならないのか？まあいいだろう、説明してやる。まずお前と旅人はキャラバン宿駅に姿を見せた。しかしすぐに砂漠に入り、監視の目から逃れたという情報を私は受け取った。タイミングから察するに、離反して砂漠に逃亡した大マハマトラのセノと合流したのだろう。私が言っていることに間違いはないか？まさかオイラがさっきセノの名前を言っちゃったから？長い間教令員はお前から情報を受け取っていなかった。その上、お前の周りにはクラクサナリデビとかなり信仰のある旅人、さらには教令員と敵対する大マハマトラのセノまでいる。彼らの先導のもと、お前が教令員を裏切る確率はいかほどだろうな。合理的に考えて5割？いや7割か。どう思う？いくら言葉を並べようとも、それはただの推測。俺が旅人をあなたの前へ連れてきたのも、約束通り報告を提出したのも、事実として目の前にあること。そう、それは唯一敬意を払えるところだ。旅人は部外者であるにもかかわらず、お前たちの計画のために犠牲になろうとしている。私の推測が正しければ、クラクサナリデビを救うため、そして我々の偉業を打ち砕くために、お前たちはおそらく2つの策を用意したのだろう。まずジュニア・ナガルバの日に教令院へと紛れ込み、アルハイゼンの書記官という身分を利用すれば、クラクサナリデビを助ける方法を直接見つけられる可能性も高いだろう。もしお前たちの作戦が見抜かれたら、アルハイゼンはトカゲの尻尾を切るように、旅人を犠牲にして身の潔白を証明する。そして教令院に潜んで引き続き方法を探すというわけだ。セノはアーカー社の計算によると、近いうちに教令院に戻って私と対峙することになるだろう。おそらくこれもお前たちが想定していた計画の一部なんじゃないか？ち、では俺が今更何を言おうと、裏切り者として扱うということか？たとえそれが冤罪だとしても、そっちに大した損失はないというわけか？いやいや、アルハイゼン書記官を失うのは、教令院の正常な運営においても、スメールの未来の学術建設においても、取り返しのつかない板で。ただ現状から見るに、我々の神作りの偉業にとっては、確かに取るに足らん。教令員を裏切ったというか、アザール、君はこのスメールを裏切り、神に背いたものだろう。あがくのを諦め牙を剥いたか。さて、衛兵たちよ。失われた神の缶詰知識はお前の手中にあったのだな。アザール、裏切り者め。いかに理性的な学者でも、絶望の淵にいれば神を頼ろうとする。お前も私と同じではないか、アルハイゼン。ただ残念ながら、神がお前を救うことはない。アザール、
奴はもう完全に狂った。マハマトラに引き渡し、アール村に追放しろ。それからこの旅人を監禁室に連れて行け。処置は後で決める。は、大賢者様、ジュニアナガレバの日の準備が整いました。缶詰知識の記録を開始できます。よかろう、始めよう。オイラのさっきの芝居よかっただろ。ひひ、ここまでの動きは順調だな。オイラたちちゃんと監禁室に入れたし、アルハイゼンもやるべきことをやれたもんな。あの大賢者アザールまで見事に惑わされるなんて、アルハイゼンの計画ってとんでもないな。で、これから何するんだっけ。緊張してたせいかオイラあんまり覚えてなくって。おう、確かこんなことを言ってた気がするぞ。これ以外にも第一段階の行動にはもう一つ目的がある。それが旅人を監禁室へ送り込むことだ。え、わざとこいつを閉じ込めるのか。なんでだよ。彼女は賢者にとって最も警戒すべき対象であり、計画を脅かす最大の敵であることを奴らは誰よりも知っている。しかも旅人の拘束に成功すれば、おそらく賢者たちは全てを掌握したと思うだろう。奴らの警戒心が下がれば、俺たちの今後の行動は成功率が一気に高まる。お前がそう言うと、あいつらの得意げな顔が目に浮かんでくる。心理的なものことか。でもなんだか割に合わない気がするぞ。もちろんそれだけではない。監禁室にいる君にはもっと重要な任務がある。ラフマンに捕まった教令院の学者たちによれば、クラクサ・ナリレビはアーカー社で意識を博士に囚われた後、自身の意識を封鎖し始めたという。博士たちがその中からさらなる情報を得るのを避けるためにだ。つまり、たとえ俺たちがスラサタンの聖書をどうにかできたとしても、クラクサ・ナリデビの意識を呼び起こすには時間がかかる。だからこの件は、前もって手を打っておかなければならない。じゃあ、オイラたちがナヒーダを呼び起こす担当ってことか？なんだかやりがいがありそうだな。監禁室は教令院内部にある。スラサタンの聖書からもそう遠くはない。その上、完全に閉鎖された邪魔の入らない空間だ。とりあえずラフマンのところにいる学者たちに協力を仰ぎ、君のアーカー社端末を改造しよう。その後、君たちはクラクサ・ナリデビに近い場所から意識を訪ねてくれ。しかし、彼女を呼び起こせるかどうかは俺たちの運次第だろう。改造したバージョンなんだな。ここに閉じ込められるとき、アーカー社端末も回収されるんじゃないかと思ったぜ。あいつら油断してたのかな。それでオイラたちは今からどうすればいいんだ。聞いた感じそう難しくなさそうだな。久しぶりにまたナヒーダと話せるのか。アーカー社端末が光ってるぞ。ランプの点滅が早ければ早いほど
信号が良好ってことだよな。あれ、モナだ。モナがいるぞ。だって違う違う、オイラたちは宝探しに来たわけじゃなかった。始まりはいつだったかしら。ええ、そうだわ。生まれたあの瞬間から始まったのよね。私は一人前の神になりたかった。そのためにずっと勉強して、民の心の声に常に耳を傾け、世界樹を助ける方法を探し続けて、あの後ろ姿に追いつこうと願った。ナハール・カデバータに追いつきたくて。だけど、私は、スラサタンナ聖書に軟禁されている。賢者たちが創造する新たな神が、仕方なく、私は、この意志を果てのない暗闇に閉じ込めなければならなかった。ここは、静かね。そういえば、自分の声をちゃんと聞いたことがなかったわ。神にも心の声はあるのかしら。神に、心の声はあるべきなのかしら。私の行いは、すべて正しいの。私は、本当に必要とされていないの。私自身、本当はどう思っているの？ここは、静かね。もしあなたが知恵の神なら、さっきの質問の答え、最初から知っているでしょ？あなたは、誰の声？懐かし、でも、あなたの言う通り、私はもう、自分の声を無視したくない。
ド、あなたが呼び起こしてくれたの、ありがとう。でもどうしてここに？助けに来た。大丈夫？大丈夫よ。ただ私の身に起きた数々のことを思うと、今はなんだかすごく怒っているみたい。だいぶ前から怒るべきだよ。あれ、意識が戻ったのか？状況はどうだ？よし、いい知らせだな。本当によかった。ナヒーダを呼び起こしに行ってる間、オイラずっと外の音に耳を澄ましてたんだけど、学者たちの歩き回る足音がだいぶ減ったみたいだ。かなり時間が経ってるし、賢者たちはもうジュニアナガルバの日の作業を終わらせたんじゃないか？だな。そしたら次はニーローの出番だ。ニーロー、本当にやるつもりか？あいつらのためにこんなリスクを犯すなど。うん、行ってくるよ。私がどんな上演の機会も逃したくない人だって知ってるでしょ。それに今回のステージはとても意味があることだもん。はあ、分かった。どうやら君はあの者たちをとても信頼しているようだ。俺から言うことは何もない。しかし万が一のことがあった時、俺たちでは助けられないかもしれん。安心して、あの人たちは危ない状況を解決できる実力者ばかりだから大丈夫。ああ、分かったよ。だがもし君が本当に捕まったら、俺たちは命を懸けてでも絶対に助けよう。俺たちのためを思って本当に気をつけてくれ。ありがとう、ツバイルさん。みんな本当にいい人だね。こっちは教練員へ向かう道じゃないよね。とりあえず以前話した計画通りに動こう。よっ。ニーロ、どうだ？緊張してないか？確かに普段のステージよりは緊張してるかな。でも単にうまく踊れるかが不安なだけだから。うん、ステージに集中すればいい。他のことは劇場のみんながやってくれる。お前ってやつはほんと口がうまいな。一緒に手伝いに来たのに、なんでいいところは全部お前が持っていくんだか。一段落したらみんなにご飯を振る舞うよ。みんなの気持ちには本当に感謝してるから。おっと、こんなラッキーなことがあるなんてな。わかった。その時は絶対に遠慮しないぞ。はいはい、真面目な話に戻ろう。ニーロさん、俺たちはとりあえずここで教練員に行こうとする人を止めて、通行人がステージの邪魔をしないようにする。ああ、俺は教練員で変な実験が行われていて、魔物が逃げ出したっていう。とても危険だから、絶対に行くなってね。もっと別の理由はないのか。まあいや、教練員なら本当にそういったことをやりそうだし。私もその理由がいいと思うよ。じゃあ、あなたたちに任せるね。安心しろ、お安い御用さ。いらしたんですね、ニーローさん。こちらはまだ取り込み中ですが、無料のヤルダーキャンディーを配布して広場にいる邪魔な人を誘導する計画はかなり。そうだ、よかったらお一つどうです？どうせ配りきれないでしょうし。
本当にお疲れ様、リハル。花の騎士の格好までしてくれて。キャンディーなら大丈夫。上演前は体型を維持するためにしばらく甘いものを控えるようにしてるの。もうすぐステージが始まるし、なおさらだね。そうでしたね。ステージは開けてあります。準備もすべて済みました。いつでも上演を始められますよ。本当にありがとう。あなたのおかげだね。じゃあステージに上がる準備をしてくるよ。どういたしまして。こんなに近くであなたのステージを見られるんですから、得したのは私の方です。パフォーマンスは見たことがない。なんというか、言葉じゃ表せないな。そうね。でもこういった公演はもう固く禁止されてるはずよね。それでも行うなんて。大賢者様、外の状況が。実にくだらん。先ほど記録した芸術禁止令を発布しろ。どうすべきかわかるはずだ。俺たち止めた方がいいんじゃ。もう少しだけ見ていよう。暗くさなりデビの意識は閉ざされるまで追い込まれ、教令院の中心人物と衛兵たちはまたアーカーシャ端末をつけ始めた。多分博士の技術を後ろ盾に何も恐れなくなったのだろう。あんな奴を頼るとは醜悪の極まりだな。しかしそれが俺たちのチャンスでもある。芸術禁止令に関する缶詰知識の内容は俺が教令院にいた頃起草を要求されたもの。それは今大賢者の机の上にあるはずだ。次のジュニアナガルバの日にアーカー社へ記録されるだろう。賢者たちは本当に芸術の一切を禁止にするのか？そんなのあんまりだぞ。
俺はそれに似せた缶詰知識を作る。ただ今回はその中に偽の情報を忍ばせよう。そして隙を見つけ、二つの缶詰知識をすり替え、ジュニアナカルバの日に登録させる。その後、芸術禁止令に違反する人物が現れれば、賢者は必ず芸術禁止令をアーカー社で交付するはずだ。偽の情報も警備を担当する者たちの脳内へと伝わる。ややこしいな。だが、その工程さえうまくいけば、何の代償もなく、教令院内のセキュリティを無効化できる。なかなかよくできた策だ。これが頭脳戦ってやつか？ただ一つ気になるんだが、偽の情報を脳内に送り込んだところで、衛兵たちは絶対に信じるのか？アーカー社に依存することに慣れてしまった者は、好奇心が次第に薄れていく。そうなれば、情報の分別能力もかなり落ちる。やがて、アーカー社からの情報を真理とみなすようになるだろう。アーカー社は人を機械にする。何度も見てきた光景だ。なるほど。幸い、私はスメールシティで働いてた時、そう長くつけてなかった。私も最初は 100% いいものだって思ってたよ。ああ、そうだ。この計画には芸術家の参加が必要不可欠ってことだよな。誰か当てがあるのか？ニーローだよ。ズバイルシアターのニーロー。結構仲がいいんだ。あいつなら絶対に信頼できる。ただ、こんな危険な計画に参加させるのはちょっと気が引けるけどな。ひとまず彼女に直接会って、ニーローの意見を聞いてみよう。ああ。教令院内のセキュリティを無効化したら。分かってる。そこからは私とあの密航野郎たちの番だろ。おい見ろラフマン、あいつらこぞって教令院から出てきたぞ。シティに長いこと潜伏してこの瞬間を待ってたんだ。野郎どもも動き始めてる。教令院の中にいられちゃ手出しできないが、教令院から出さえすれば私たちの狩り場だ。お前みたいな目獅子がいるなんてあの獲物たちもついてねえな。なるべく早くシティで奴らを片付けないとな。賢者たちに気づかれたら計画が水の泡になる。給料をもらっていい暮らししてる連中なんてたかが知れてる。毎日砂漠で鍛えてる俺たちに比べたら有利なのは人数くらいだろう。そういえば教令院の六大賢者直属の衛兵たちは大半が30人団の傭兵だが、その評判はかなり悪い。賢者たちの言いなりで傭兵としての理念も全くない。ここは同業者として今日はしっかり奴らを懲らしめてやらないと。そうだな、罠はすでに張った。あとは人を誘い出すだけだ。ああ、お前と私で二手に分かれてチリチリになった衛兵たちをもう一度集める。ただ衛兵の注意を引けるかどうかはイザーク次第だ。こんな重要な任務をあのガキに任せて危険な目に遭わないのか？大丈夫さ。それにイザークがどうしても手伝いたいって言うんだ。あの子を信じよう。それにあいつが捕まったとて衛兵たちは彼に手出しできない。彼らもクラクサナリデビの本当の姿を見たことないだろう。確かにな。もう人が見えてきた。俺たちも出発しよう。ああ、じゃあな。この服、うん、イザーク、自分のやるべきことは覚えてる？衛兵たちが来たらクラクサナリデビに扮して彼らの前から逃げるのよ。うん、もちろん覚えてるよ。でもちょっと
緊張してて。リラックスして。自分が捕まるかどうかなんて考えなくていい。たとえ捕まっても私たちが必ず助けに行くから。イザークはどうやってあれら衛兵の気を引くかだけに集中して。彼らをグランドバザールまで誘い込んだら、あとは私たちに任せてちょうだい。わかった。俺、おじいちゃんの代わりにクラクサンナリデビ様に恩を返すために来たんだ。だから逃げたりしないよ。おい、あいつらが来たぞ。強レインの衛兵だ。よし、時間だ。イザーク、呼吸を整えて行け。頑張れ。なんであっちにも衛兵が。まさかもう先回りされたの？計画とちょっと違うけど、もう時間がない。早く決断しないと。家屋の後ろを見てみよう。次はどうしよう。誰もいないか。時間の無駄だったな。木の後ろまで来なくてよかった。次はどうしよう。衛兵がすごく警戒してるみたい。次はどうしよう。おい、待て。見つけたぞ。逃げられ。衛兵がすごく警戒。ここは何も異常はないようだな。やっと衛兵が離れていったみたい。早く行こう。おい、クラクサナリデビがあっちにいるぞ。待て。クラクサナリデビ、なんでさっき気づかなかったんだ。まずい、見つかった。どの方向に行こう。クラクサナリデビらしき目標がブランドバザールに逃げ込んだ。すぐに集合し奴を捕まえろ。どこへ行った？消えた？まさか見失ったのか？早く探せ！おい、お前たちの隊がどうしてここにいるんだ？別れて捜索するはずだったろ。早く追え！ん？ここは？どうしてお前たちがここに？そうだな。本当に珍しいこともあるもんだ。揃いも揃ってここに集まるなんて、一体どういうことだろうな。これで全員か？誰だ？まさか貴様ら、わざと何をするつもりだ？本当に大変な役回りだったよ。あと少しで追いつかれるところだった。ガキ、まさかクラクサナリデビじゃない？貴様たちは一体何者だ？砂漠にいるエルマイト旅団か？ちょっとした同業者さ。商売敵でもいいし、個人的な恨みだと思ってもいい。だが私たちの罠にかかったからには、自分を狩人だと思わないことだ。ちゃんと獲物になってもらわないと。待ち伏せだと？ここはスメールシティの中だというのに、砂漠の傭兵たちに待ち伏せされたのか？ずっと強霊院にこもって出てこないからさ。ここはとっくの塔に、あたしたちの狩り場だ。
観念しろ。この感じ、ジュニア・アナガルバの火の儀式が先ほど終わったことによりやっと少し静かになったか。ただ普段と比べていささか静かすぎる。衛兵はどこだ？今までいた衛兵たちはどこへ行った？衛兵はいるか？大賢者様、どうなされましたか？私が呼んだのは衛兵だ。お前が来てどうする？申し訳ございません。大賢者様、現在教令院内にいる衛兵は全員命令に従い身柄確保のためにシティへ向かっています。大賢者様はご存知だと思っていたのですが。身柄確保？何を捕まえるというのだ？なんだこの嫌な予感は。それはクラクサナリデビですが、違いましたか？クラクサナリデビ？クラクサナリデビがいなくなったというのか？はい。このような重要なことを冗談で言えるわけありません。今は皆さん混乱していて、クラクサナリデビが我々に報復をすると言っている人も少なくありません。どういうことだ？一体何が起こっている？クラクサナリデビが逃げただと？まさかアルハイゼンたちが救出に成功したのか？いや、ありえん。今日の警備は特に厳重なはず。クラクサナリデビを解放する命令もセキュリティは絶対的なものだ。それにアルハイゼンと旅人はすでに捕まっている。奴らは一体何をしたんだ？クラクサナリデビが急に消えるわけが。消える？待てよ。おい、身柄確保の命令はどうやって衛兵たちに出された？少し前にアーカー社によって出されました。このような情報を発信する権限はあなた様の手にしかありませんので、てっきりあなた様が下された命令なのかと。待て、今確認する。クラクサナリデビがスラサタンナ聖書から脱走した。直ちにシティへ向かい身柄を確保せよ。アーカー社には確かにこの情報があり、脳内にも明晰に浮かんでくる。奴らは一体どうやって私の権限をかいくぐりこの情報を発信したのだ？まさかアルハイゼンの提出した旅人についての報告か？いや、私がそれをアーカー社に記録する前、あの缶詰知識は念入りに調べたはず。もしやあれは私の注意を引くためだけのものだったのか？まあいい。今それが分かっても何の意味もない。肝心なのはクラクサナリデビの状態を確認することだ。お前たちはクラクサナリデビが本当に脱走したかどうかスラサタンナ聖書に行って確認したか？確認？いえ、していませんが。その失礼かもしれませんが、大賢者様のおっしゃっていることはいささかおかしいような。アーカー社の情報が偽りである可能性はないはずです。これは我々にとって疑いようもない常識。もしもアーカー社の情報と知識でさえ自らの確認が必要なのだとしたら、では初めから自分で知りに行くのと何の違いがあるというのでしょう。マハールッカ・デヴァータの貴重な遺産も意味を失ってしまうのではないでしょうか？確かに当時お前たちにアーカー社とマハールッカ・デヴァータの遺産を信じて疑うなと言ったのはこの私だ。つまりお前は今その言葉をもってして私を疑おうとしているのか？いえ、大賢者様、あなた様の言葉を信じているからこそ疑問に思ったのです。決して反論しようという考えはございません。お前はここを守っていろ。
近くに怪しい者がいないかよく見ておけ。スラサタンナ聖書には私が直々に向かう。大賢者様。クラクサナリデビがスラサタンナ聖書から脱走した。直ちにシティへ向かい身柄を確保せよ。そんなバカな。もうこの可能性は考えるな。考えてはならん。おそらく奴らが何か小賢しい真似をしたのだろう。私がこの目で確かめればきっと。のバカな。こんなバカなことはありえない。私の目が狂ったのか。ああな、また現れただと。一体どういうことだ。実に滑稽な姿を見させてもらったよ、アザール。アーカー社によって脳内へ何らかの考えを植え付けられると、たとえ大賢者でも目の前の物事を正しく認識できなくなるのだな。お前たちはいつも自らの脳内にある世界と自らの思う世界しか見てこなかった。だからこそお前たちはクラクサナリデビの存在を無視した。彼女が聡明な神であるにもかかわらず。セノ、お前はずっとこのような機会を待っていたのか。お前が再び私と対峙することをアーカー社が予測していたが、このようなシナリオになるとは思ってもいなかった。私の油断が招いた結果か。自らの過ちを認めてまでアーカー社の問題だとは言いたくないか。やはり相変わらずだ。クラクサナリデビがスラサタンナ聖書から脱走した。そんなバカな。もうこの可能性は考えるな。考えてはならん。おそらく奴らが何か小賢しい真似を。のバカな。こんなバカなことはありえない。ああな、また現れただと。実に滑稽。アーカー社によって、お前たちはいつも自らの脳内にある世界。だからこそ彼女が。セノ、お前が再び私と対自らの過ちを認めてまで。プライドの高いお前がアルハイゼンや旅人たちと手を組むとは確かに予想外だ。人は変わるぞ、アザール。アーカー社はもう俺の行動を予測できない。そろそろ認めたらどうだ。ふん、お前たちが何を調べ上げたのか言ってみるがいい。時間稼ぎか。ここはスラサタンナ聖書だ。お前自身が定めた規定により教令院の者がここへ入ることは禁止されている。誰も助けになんて来やしない。調べ上げたことについてだが、少なくともお前が神に逆らったという重罪を犯したのはもう知っている。それがどうした。まさか私にお前の目の前で罪を認めろとでも。大マハマトラ殿。いや、神の前で罪を認めろ。お前はかつて俺にお前を審判する権利はないと言ったが、今神の名においてならどうだ。どれくらい待てばいいんだよ。外がどうなったのか知りたいぞ。もうだいぶ長いこと外に動きがないみたいだけど、まさか何か起こったんじゃないか。それはそうだけど、ここにずっと閉じ込められるのは怖いだろ。そう考えると、少なくともオイラにはお前がいるから
まだこうして話ができるけど、ナヒーダはずっと一人でスラサタンナ聖書に閉じ込められてたんだよな。本当にかわいそうだぞ。よっ、救世主が来てやったぜ。あ、弟子やお前なら絶対助けに来てくれるって思ってたぜ。おう、ちゃんと私に感謝するんだな。ここの鍵を手に入れるのに一体何人の衛兵を身体検査したか。あいつらを倒すより大変で本当に疲れたぜ。大変だったんだな。あ、オイラが肩でも揉んでやろうか。いや、それだけは遠慮しておこう。何慌ててるんだよ。あ、もしかしてくすぐったいのが苦手なのか。う、まあまあ、今はそんな話をしてる場合じゃなくてだな。シティの状況だが、セノの方も順調だ。教令院から送られた衛兵たちも全員片付けたぜ。防衛を担当する30人団についてもすでにアスファンドさんに連絡を取った。彼らもとっくの昔から人を顎で使う賢者たちにうんざりしてたようだな。雇用契約に違反しないことを前提に今回の件を見なかったことにしてくれるらしい。これもお前たちがシティの30人団と昔から知り合いだったおかげだな。それでセノの方はどうなったんだ。大賢者はすでにセノが取り押さえた。セノの手に落ちることがどれだけ怖いか私でさえ知ってるぜ。クラクサナリデビを解放するようセノが命令したら、奴はそれに従うしかないだろうな。だから早くスラサタンナ聖書に行くといい。うまくいっていれば私たちは神を救ったってことだ。まさか神を救うために結成された臨時のチームがこんなにも頼もしい存在だなんてな。早く行くといい。シティの後片付けは私がやる。後でまた落ち合おう。はじめましてと言った方がいいかしら。現実で会うのはこれが初めてだったわね。ナエはずっと夢の中や意識の中、あるいは私を助けに来てくれて本当にありがとう。同時にあなたたちには謝らなければならないわ。ここ最近ずっと反省していたの。今の局面は私の自分に対する悲観と教令院に対する譲歩によるもの。そのせいであなたたちには数々の迷惑をかけてしまった。そうだぞ、オイラたちはナヒーダがいい神で友達だからこそここに来たんだそう言ってくれてありがとう。本当に不思議な感覚だわ。自分の体でカゴから出るとこんな気持ちになるのね。まるでとても長い夢を見ていたかのよう。今このひとときが夢から覚めた瞬間なのか、それとも
この世に誕生したばかりなのかさえ見分けがつかないわ。私についての概念と認識もとても明晰なものになっている。でも今はこんな感覚に酔いしれている場合ではなかったわね。ええ、本当にごめんなさい。今さっき神を一人救ったばかりのあなたたちに、これからさらに国と、ましてや世界をも救ってほしいと頼むなんて。大丈夫だ、ナヒーダがいればきっと解決できるぜ。それともう一つ。なんだ？教令員が私にしたこと、そして彼らが知恵の名のもとに行った愚行、そのすべてに対し神の名においてしかるべき報復を与えるつもりよ。おお、よし、そうこなくっちゃな。もういじめられてばかりのナヒーダじゃなくなったってわけだ。今さらだけど、わかったの。きちんとした神になるには、まずきちんとした自分にならないと。毛虫の段階からしっかりしていないと、いい蝶々にはなれないでしょ。ええ、そういえば、教練院の神を作る計画は、どこまで進展しているのかしら。とにかく、あの偽りの神の誕生を防ぐには、早く行動しないといけないわね。でもその前に、少し準備が必要ね。拘束から解放された今の私なら、アーカー社の中心に直接接続して操作を行うことができるわ。まず、博士がアーカー社の中で私にかけた封鎖を解かないと。それから、少し調整を施して、賢者たちの権限を取り消す。アーカー社を神のみが操作できていた原初の状態にするわ。何せ、教令員は、マハールッカデバータの信頼を裏切ったんだもの。これには少し時間が必要よ。その間、あなたたちも準備が必要ならしてきてちょうだい。もし、送信計画の阻止に間に合わなかった場合、非常に厳しい戦いが待っているのは間違いないでしょうね。今のうちに戦う準備を整えておこうぜ。準備ができたら辺りを回ってみよう。オイラたち閉じ込められてた時にいろいろと見逃したからな。Thank you.